はい、AKB4…はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム4県人の高岡薫です。よろしくお願いします。ちゃんと寝れるときは寝てね。ありがとうございます。今日は寝る。そう、私は最低6時間寝ないとちょっとしんどいタイプの人間なんですね。もう6時間でもちょっと不安だなって思うぐらいなんですよ。もう6時間半ぐらいを最低にしたい。できればもう理想は7時間っていうタイプの人間なんですよ。まあね、中には多分いや俺は5時間半で十分だぜっていう人いらっしゃると思うんですが、私は5時間半だとちょっとね、正直心細いどころじゃない、正直もう5時間半しか寝てないっていう事実がちょっと受け入れられないからね。そうだから今日はちょっと早めに、6時間でも俺にとっては短いまあほんと人それぞれですよね。私昔はね、なんか5時間でももう十分寝てるぜみたいな感じだったけども、それでさやちゃんにすごい怒られたわけじゃないんだけどね。そうなんだ、その昔私が高校生の頃にさやちゃんに「るんちゃん5時間で十分っていう考え方やめな」って言われて、そうだからそんな私が6時間寝るようになったって言ったらめっちゃ感動されたことがありました。そう、わあありがとうございます。そうちょっとね、最近朝早かったりとか夜がどうしても遅くなったりってことが多かったので、でもそう明日とかはね、そんなすごい朝も早くないし、今日ももう終わったので今日はゆっくりします。寝るちゃんと。でもそうめっちゃ眠くて、ちょっとお昼寝をする時間はちょっとなかったんですけど、ちょっとやっぱちょっとね、いろいろ終わった後も眠くてしょうがなかったね。そう、まあ、本当理想は7時間寝れたらいいんだけど、私7時間寝れないんだよね。6時間半で起きちゃう。まあ6時間半寝れたらまだいいかなと思うけど、7時間がいいなって思ってるタイプの人間です。さあそんな私は今日も左右があります。さて今日は何の話をしていこうかな。あ、そういえばあれだね、エイトの日のお話おねんすみませんいろいろダメだった今の。エイトの日の撮影コーナーがねあるので、そうお知らせもあったので皆さんぜひチェックしてください。であとはね、みんなヒカルンが復帰するっていうことで、もう私たちはねすでにヒカルンが出ることも知ってるし、ヒカルンにはもう会っています。はい、なので皆さん楽しみにしててください。じゃあちょっとこの話をするのは早いかもしれないけど、皆さんは私エイトの日のユニット何やると思いますか？まあ答え正解はね当日までのお楽しみですけれど。てかでも最近やっぱね、なんか今日とか特になんか太ももの前ももがすごくて、なんか前ももがすごい疲れたってめっちゃ言ってる感じが、なんかめっちゃ張ってる気がする。今日はやっぱね朝からちょっと夕方ぐらいまで一日中レッスンがありまして、ひゃー疲れたーって思ったけど、まあねちょっとレッスン三昧もちょっと一段落っていう感じなので、やばい足しびれちゃった。前回全く想像と違ったんだよな。いつだっけそれ。あれなんだっけ、おしゃれ祭りの時かな。あれでも私おしゃれ祭りはあれか、金木犀じゃなくて記憶のジレンマだ
やばい。ヒントはありません。もうみんながこれかなって思うものを書いてくださいな。うん、ヒントはなし。だって何々系って言ったら面白くないじゃない。ダメ、そこまでは言わない。それはね、結構なヒントになりました。まあそう、私はなんかこういう質問をしてみんながなんて答えるのかが気になるんですよね。そう。まあそうですね、まあどんなユニットやるでしょうっていうのに関してはちょっとセットリストのネタバレにもなってしまうからね、あのヒントが言えません。正直なところ、言いません。ヒントはそこまで言わないよ。そう、セットリストのネタバレになってしまうからね。もう私はみんなのみんなの予想だけを聞く。そう、まあ一つやるのはユニットの人数はそんなに多くないかなっていうことは言えます。そう、そんなに多くはないかなみたいな。なんかめっちゃ多いのとかありません？わかんないけど。まあ本当曲にもよると思うんだけどさ、まあ、もしなんかこれかなって思うのがあったらコメントに書いてくださいね。まあそう、まあ、準備も進んでいるので、まあでもね、結構久しぶりになんか一日中体を動かした日々だったなっていう感じですね。そう、例えば私この前ね、なんか7月の間何やってたのって質問されることがあったんですけど、何一つ答えられなくて、私何してたか本当に覚えてなくてやべ、何してたっけって思いながら、何したっけ、お話し会したよね私で、劇場公演はやってないよね、あれ、いや、やった気がする、あれ3回、もうだってチーム4のサムネイル3回出てるもんね、だよね、7月ちょっとやったよね一回。いや本当に覚えてなくて、マジでもうそう、7月の間何やってたのっていう質問にまさか自分が答えられないなんて、そんなことあるんかって思いながら、そう、っていうことがね、最近ありましたよ。
ちなみに今日の T シャツはシナモンとマリオンクレープのコラボ T シャツです。そう、最近はちょっとサンリオの T シャツ多めです。そういえばなんか最近一応コンビニとかスーパー見かけたら、私お菓子コーナーでさ、なんかハンターハンターのシール付きウェハースないかなってしか探してるんだけど全然ないんですよね。なんか呪術廻戦ばっかりで、今日見かけたのは東京リベンジャーズでした。ね、どこにあるんだろうか。なんかまあ一回アニメイトとか行けたらいいけどね、あんまちょっとアニメイト行くのはちょっとあれなのでね。そう、まあ、またどっかで見つかったらいいなとは思うんだけどね。そう、まだ左右はちょっと暑いかしら、どうかな、微妙。まあいいね。そうだなあ、まあ、今日もめっちゃ蒸し暑かったよ。そう、もう本当に蒸し蒸しで、最近も本当になんかもう空気自体が暑いというか、なんか日が照って暑いとかじゃないんだよね、本当になんか空気が暑いというか、もうあれすごいムワッとしてるもんね。外になかなか出れませんよね、もうこんな状態だと。でもそろそろ15分になったってことはいい感じかな、それ。なあ、やばい、どうしよう、今日何の話しよっかな、何がいいかな。みんななんかさ、聞きたいことありますか。まああんま、なんだろう、そうだな、エイトの日のネタバレになるようなこととかは言えないですけどね。この時期になると
去年もこんなに暑かったのかなと思う今日この頃。あーねえ、去年どうだったんだろうね、あんま覚えてないよね。その T シャツはシアモンの絵が書いてあるの？うん、どっかには書いてある。でも少なくともフロントにはない。あのバックプリントだから、バックプリントになんかクレープの写真とシナモンもいるんだけど、どっかにはちょっとやっぱ自分でちゃんと着てるからさ、あんま背中はちゃんと見えないんだよね。まあでもちょっとこのここ私のこの配信の画角ではあまりお見せすることができないので、ぜひなんかもし気になる方いたら調べてみてください。そう、前がマリオンクレープイズシナモロールっていう刺繍がある、裏がクレープの写真がいっぱいあります。なんかショーケースみたいな感じで。そう、まあ、マリオンクレープ好きというかクレープ好きだからね、なんかこれは素敵なコラボって思って買いました。こんばんは。好きなクレープ、あー難しいな。まあ、うん、難しいな。なんかすごいこのクレープがめっちゃ好きなんですっていうのはあんまりないんだけど、まあ、よく頼むのはまあいちご系が多いかな。まあとかアイスクリーム入ってたりとか、なんかガトーショコラみたいな感じでさ、ケーキがちょっと入ってるやつとかも頼むかな。そうね、まあでもいちご系とか、まあ、ブルーベリーとかそういうのを頼むことが多い。昔はもうバナナチョコ一択だったんだけど、最近は頼まないかな。最近ちょっといちごが入ってるやつを頼むことが多い。まあ最近って言ってもクレープそんなに食べないんだけどね、そもそも。最後にクレープ食べたのいつだろうか。なんかあの31のクレープ食べたのが最後かもしれない。ちょっと忘れましたね。なんかパフェと一緒で、なんかやっぱケーキとか入ってるの好きなんだよね。そうパフェもそのスポンジケーキ入ってるの大好きだからさ私。そう、でもなんだっけ、どこのコンビニだっけ、なんか生カヌレなんとかみたいなのが気になってるんだけど、ファミマだったっけ、あれね食べてみたい。私カヌレ好きだからさ。そう、なんかカヌレ最近流行ってない、気のせいですか、それともお代理の中で流行ってるからなのかな。なんかすごいカヌレを最近よく見かける気がするんだけど、カヌレっていう文字を。そう、私はあの銀天街からちょっと外れたとこにあるんですけど、そのカヌレ売ってる、まあ、お菓子屋さんがあって、そこで買って食べたのが結構美味しかったんだよな。そう、
でもそのお店なんだっけ、フィナンシェだったかな、もう美味しいんですよ。フィナンシェでいいのかな、あれはマドレーヌって言った方がいいのかな、どっちだろう、ちょっと分かんないけど、それもすごい美味しいのよ。名前をど忘れしました。そうそう、焼き菓子、焼き菓子、ん、こんばんは、やっほー。やばいんだよね、そう、今めっちゃエイトの日の曲が頭の中で流れてるから危ない、歌ってしまわないか危ないですね。割とね、そう、やっぱコンサート前とかね、そう、コンサートの曲なんかいろいろね、か、あの、歌っちゃうんですよ、配信中に頭の中で。それでね、歌っちゃいそうになるのが危ないなって思う、毎回。まあね、そう、まあそんな、なんかネタバレをしないように頑張っている私たちです。やばいなあ、どうしよう、なんかみんな質問とかありますか？めっちゃさらっと聞いちゃった、デペロ。まあ答えられない質問も多分あると思いますけど、そう、なんだろう、最近果物食べた？果物も毎日食べてます、私は。うん、食べない日がない、基本的に。今毎日食べてます、だいたい 200g ぐらいを目安に食べてますね、果物は。今日はリンゴとバナナ食べました。だいたいでも食べるのリンゴかバナナかキウイかみかんですね。そう、でもだいたいバナナ。そうね、本当に何だろうか、何の話をしようかってなっちゃうから、もうね、チョコバナナはね、あんまり食べたことない、全然ね、口回ってなかった。チョコバナナあんまり食べたことがない、あんまりっていうか食べたことはないです。でも多分好きだと思うよ。うん、でもそうね、あの、なんかよくお祭りの屋台とかにあるイメージなんだけど、そう、そこでも買ったことはないね。ちなみにリンゴ飴は一回買ったけど、ちょっと食べられませんでしたね。なんか予想と違って、ちょっと私全部食べられないかもってなりました、リンゴ飴。
でも今だったら食べられそうな気もするけどね。私いちご飴は食べられたからさ。そう、バナナ冷凍庫に入れて冷やして食べるのも美味しいよね。冷凍庫に入れては食べたことないんだよね私。なんか一回さ、なんかさつまいも半解凍にしてアイスみたいにして食べるっていうのを一回だけやったことある。まあその後もちょっと一口二口食べたらもう焼き芋に戻したけど。そう、冷凍から。お土産に買ったジョンマイパン全部家族に食べられてました。あれ、まあ椿祭りに行った時にこれは買うってものは、そうですね、まず椿祭りっていうのがその愛媛県の中でも椿神社っていう神社があって、その2月になったら椿祭りっていうのがあるんですよ。まあそれに私はよく行くんだけど、そこで行って買うのは何買ってたっけ。唐揚げは買ってなかったかな。東京ケーキは買います。東京ケーキっていう松山名物のものがあるんです。鈴カステラみたいな形の。そう、孫は怖いだって。もしかして私の配信初めてかしら。いつもこんな感じ。唐揚げってでもさ屋台で結構売ってません？おたやん飴は買わない？おたやん飴？あれ？なんか絵柄が書いてある飴のことかしら。私飴がね、いちご飴以外あんま舐められないから飴って買わないんですよ。そう、だから買いませんね。あれだよね、七五三の時にもらうのは違うっけ。千歳飴だっけそれは。そう、りんご飴はね一回だけ自分で買ったことはないんだけど、友達、まあそれはお、ま、夏祭りなんだけどね、友達じゃないな、家族が買ってるの一口もらって、ああ私やっぱいいやりんご飴みたいな感じになったのは覚えてる。そう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 、屋台の唐揚げは紙コップに入ってる。あ、こんばんは。あれ2回目、あれ気のせいかな、わかんないけど。そうでもたまにフライドポテトとか食べたくなるんですよね。そう、まあそれ大体夏祭りかな。もう椿さんは大体、あ、そう、椿祭りのこと椿さんって私呼んでるんやけど、椿さんは東京ケーキは絶対買って、あとどうかな、ちょっと忘れたけど、忘れましたね。なあ、たこ焼きも高確率で買ってる気がする。まあ昔、ほんと昔ね、伊予鉄高島屋にあったたこ焼き屋さんが私は大好きだったんだけど、お店なくなっちゃったからさ、あそこ。そう、ピュアセレクトのねマヨネーズがついてるたこ焼き屋さん、あれ好きだったな。あ、仕事と用事終わったんだ、お疲れ様。そう、今はミスドになりました。うん、こんばんは。
そうね、お祭り、まあ、綿あめとかは買わなかったね。基本的に夏は土曜夜市にしか行かなかったんだけど、その時はスーパーボールすくいとかなんか金魚すくいとかっていうのやったり、まあでもそうだな、フライドポテトはねたまに買ってました。屋台のフライドポテト結構好き。でもフライドポテトは結構映画館のフライドポテトが好きかな、私は。ちょっと細めのやつね。ただ私映画館では飲み物も食べ物も頼まないからさ、ちょっとやっぱちょっと高いなって思って、飲み物もいいかなって思って、だいたいあの映画館入る前にお水とかちゃんと水分補給してからあの映画館に入ってます。みんなはなんか頼みます？まあ飲み物頼む人が多いかな、映画に、映画館に行ったら。私は飲み物もね頼まないね、あんまり。そう、2回ぐらい映画館でチュロス頼んで、もう映画始まる前に食べ終わったこともある。そう、なんだっけ、最初にチュロス頼んだ時がね、あんこ入ってるチュロスだった気がするんだよね。そう、土曜日ワンピースの映画公開日に見に行ってくる。あ、レッド？あれもう映画始まるんや。あれね、ちょっとだけ気になるんだよね。まあ見に行くかどうかちょっとわかんないけどさ、そう。映画ではポップコーンしか頼んだことない。ポップコーンね、ポップコーンはね、私結構キャラメル味食べることが多かったな。まあ塩も食べることはありましたけど、そう、なんだっけ、よくねなんかそのポップコーンのキャラメル味とか売ってるなんかまあ移動タイプのお店みたいなのがなんてあって、そこを見かけた時にね、よくポップコーン買って家に帰って食べてました。そう、ねえ、またちょっとフライドポテトちょっと食べ、映画館のね、そう、細いか、あの細いの好き、本当に好きですね。ちょっと待ってね、じゃ時間の確認できるものを、8時46分了解。まあちょっとね寝不足なのもあってか、ちょっとだけちょっと眠いんですけど、私すごいぶっちゃけて言うんですけどね。そうだからね、この配信中に寝落ちをしないように頑張りたいと思っています。そう、なんか眠気の覚めるようなお話ないかな、怖い話とかっていうことになっちゃうけど、まあでも怖い話ないからな、私特に。
なんかさ、怖い話、その霊とかそういう関係の怖い話はあんまねしない方がいいってね言うですよね。そう言うですよねじゃない、言うよね。そう、初見さんありがとうございます。ルンちゃんはね、絶叫マシンはね乗れません。まあ乗れないものによるかな。まあでも乗れないかな、基本的には。過去にユニバのハリドリには乗ったけど、そう、まあ、あれはもうあの時限りでしょうね。もう多分二度と乗れない気がする。そういえば私それで思い出したけど、今年コナンの映画見に行ってないから次回作があるのかどうかすら知らないや。あ、言わないでね、みんな。見に行った人は特に言わないでくださいよ。そう、結局ハロウィンの花嫁見に行けなかったんだよね。そう、そういえば最初に目薬入れてからだいぶ時間経ったから、もう一個の目薬入れます。でもなんだろう、絶対ね富士急とか私苦手だろうなって思う。そう、絶叫系が本当に得意じゃないからね。まあでもそんなにね遊園地にすごい行く機会がないから、あんまりなんかアトラクションにイエーイって乗るタイプではないんだけど、まあなんかめっちゃ速いやつとかめっちゃ速いよね。ジェットコースター、ちょっともうスペースワールドのしか思いつかなかったんだけど、そう、なんかスペースワールドにあったの、めっちゃ速いジェットコースター、しかもめっちゃ高いしさ、あれすごいなって思う。あー、乗ったことあるんだ。私はないもうね。なんか、まあ、絶叫度中あのまあ5段階中3とかのだったらいけるかなって思ったら全然いけなくて、そう、わ、私絶叫系苦手なんだなって思いました。まあ、いけなくてっていうのはめっちゃ、うわ、ちょっと苦手かもしれない私って思ったから、絶叫系も苦手なのかな、もしかしてって自分で思いました。そう、いや、そのちょっと私乗り物に関してもそうなんで、ちょっと恐怖、高所恐怖症っていうか、もう高いところちょっと苦手だからさ、特に乗り物乗る時の高いところは苦手だから、あんまねすごいのには乗れないんですけど、そう、なんか意外と建物の高いところとかは大丈夫だとは思うんだけど、なんか観覧車とかそういう感じの高いところはちょっとね結構怖いなって思いますね。やっぱ難しいんだけど、地面に足がついてないからなのかもしれない、わかんないけどね。
でも結構私あの USJ の何ミニオンパニックだっけっていう乗り物も結構苦手。たまにあるガラスの床もダメそう。ガラスの床、微妙。あれもまたちょっと微妙です。でもそんなすごいダメってわけではないとは思うのよ。あ、クルリンはねちょっと久しぶりに乗ったらねちょっと怖かった。うん、やっぱあれブラブラじゅ、ブラブラの状態じゃない。まあ一応さ、なんかあの足ぶ本当にブラブラしてるわけじゃないんだけど、なんか地上から離れてるとすごい心配になっちゃう。ナルト大橋にガラスの床あるよ。ナルト大橋私昔行った気がするんだよね。それこそ一番最初のそのチームエイトのイベントが徳島であった時に、そのイベントの朝とかにあの渦潮を見に行ったと思うんですよね。でもそれってナルト大橋だったか覚えてないんだけどさ。そう、多分浮いてるというか、まあっていうのが怖いんだろうなと思うんだけどね。そう、そう、やっぱそういうなんていうんだろう、アトラクションとかって私はもうね余計な心配をしなくていいとか余計なことを考えてしまうからね。もしこれが今ここで止まったらどうしようとかさ、めっちゃ考えちゃうから、だからちょっと怖いなって思うんですよね乗るのが。そう、そう難しいな今。釣り橋とかは割と苦手な方。あー、釣り橋はあんまり渡ったことないからちょっと微妙ですね。そう、心配性、まあ確かに心配性っちゃ心配性なのかもしれん。やっぱあとでも高いところからさ、こうやってあの例えばその高層マンションとかっていうネタなんか例えば出したけどさ、私は別に高層マンションには住んでないからなんですけど、だからそれちょっと高いところで、まあ地面もちゃんとあるけど、で下を見下ろした時やっぱクラッとするじゃない。それが結構怖くてね。そう、まあ飛行機はもうね全然 OK ですね。そう、まあ慣れっていうのもあるでしょうね飛行機に関しては。ですね。まあでも本当にね飛行機はもう小さい頃から一応乗ってきたから慣れてるっていうのもあるし、結構エイトの仕事をしてたらね結構地元との行き来になることも多いから、そういう時にね、もうめっちゃ乗ったから慣れた。飛行機乗った時はもう私あんま景色は見ないで、もう窓を閉めてることがほとんどです。そうだ、だいたいさその愛媛から東京行く時ってなんか右手に富士山が見えますみたいな感じで言うんですけど、いや私毎回その富士山がいる方の席に座ってないからちゃんと見れたことがあんまりないって言おうと思ったけど、あの5周年山梨コンサートの時は横道ゆりちゃんっていう静岡の子と泊まって、めっちゃ目の前に富士山見えるよっつって、そうテンション上がりました。そうだね。
基本的に窓閉めてこうやってもなんか動画見たりとかしてるよ私は。ねえ本当に。松山空港に離陸する時の瀬戸内海見るのが楽しみです。いいね。飛行機の窓って閉めていいの？うん閉めて全然いいと思いますよ。大丈夫だよね閉めても。あのまあ隣の人がいなかったりしたらすぐ閉める。でもあんまなんかねあの自分が窓際に座ってたら閉めます。窓際じゃなかったら閉めない。私は松山って坊ちゃん空港、うん松山空港のはず。そう松山空港にはねあのマドンナ亭っていううどん屋さんがありますからね。私あんまりあそこで食べたことなくて、あ毎回食べようかなとか思ったけどね忘れるんだよね。でもあとその松山空港にはあのじゃこカツ食べられるとことかいろいろあるからね。そう坊ちゃんスタジアムはありますね。あとは坊ちゃん劇場かな。じゃこ天の揚げたてを食べたい。揚げたてとか出来たてってさもういいよね。そうやっぱそれを聞いた時のさテンションの上がりようってすごいと思うね。そうほんとにね。でもその松山空港もご飯屋増えたわけじゃないか。でも昔あそこ何やってたっけ。一回だけ入ったことがあってなんだっけシェフズキッチンとかがあったところ、角屋さんもあったところ、昔全然違うお店だったんですよ確か。それがあんまり思い出せないんだけど、なんか唐揚げとか食べた記憶がある。私天ぷらの揚げたてに勝てん。天ぷらとか唐揚げの出来たてっていいよね。そう多分シェフズキッチンの方かなは昔ちょっと違うお店でした。でも本当にあんま私もその空港でご飯食べることそうそうないから使ったことないね。まああるとしても大体コンビニのサラダとかコンビニのなんかおにぎりとか買って食べてる。もう松山空港にもいろいろお土産あるからね、お菓子とかも見ていただけたら嬉しいなーって感じですね。じゃこカツ食べたいな。じゃこカツもねあんま家で食べるもんでもないからね私の中では。そうだからまだ食べたいなって思うんですよ。
松山空港着いたらまずは E カードにチャージすることから始めます。もう愛媛県民なのよ、 E カード使うのは。もうすごい。もう愛媛県民なのよそれはね。でも私も愛媛の観光がしたいんですよ。なんかやっぱ地元だからこそあんまりなんかそんなしっかりと観光するっていうこともちょっと少ないからね。だから私自身も愛媛堪能したいなってなるの。そう、でもそうやっぱだからハッツとミッサーと3人でさ、いろいろ回ったことも思い出して、ちょっと二見シーサイドのあの道の駅で食べたソフトクリーム美味しかったなって今思いました。結局食べ物。そう、愛媛はね、あのパスモとかイコカとかなんだっけ、スイカとかが使えない、 E カード以外の IC カードが使えないのよね。そう、あのコンビニで使うことはできるんですけどね、なんかお支払いとかは。でもその公共交通機関では使えないね、もう E カードじゃないと。そう、なんだろう、それこそ E カードってさ、いろいろ絵柄とかあるけど、私は電車の絵柄だからさ、なんかお姉ちゃんたちはなんかすごい可愛い絵柄にしてたけど、私電車の絵柄だからなんか可愛いのにちょっとしたいなって思うことが結構ありましたね。そう、子供の時はね青色だったんだけど、今あれ違う、あれどうだった、子供が緑だって今が青なんだっけ、忘れちゃったや。でも今青だよね。そう、もう E カードもねそんなに使わないんだよね、その電車に乗ることが少ないので私の場合は。そう、大体もう車で連れてってもらうとかっていうことが多いからさ。そう、あでもたまにバス乗るときとか路面電車に乗るときとか使うんだけど、ただやっぱ私使うことは割とあったとしても、あのその IC カードがなんだっけ、あのだいたいさ、その IC カードってさ、どっちか透明じゃん。でもただ私の場合、あの、まあ、コナンの豪華のひまわりっていう時の映画のあのパスポートを使っ、パスケースか、パスケースを使ってるんだよね。子供が緑で9のやつが青で、今オレンジ色か。じゃあ私青だわ。だから9のやつだ。そうか、今オレンジ色になってなんか、ゴールドポイントが貯まるうんぬんだよね。もうでも全然わかんない私。そう。逆にさ、青色持ってる人いるのかな、愛媛県民で。今そう思うとレア、もしかして、私レア。そう、なんかその豪華のひまわりのパスケースってまあなんか表面はちょっと透明だけど柄とかが入ってるからあれなんですけど、あの裏面がもう全く何も見えないのよ。でも私裏面の方電車の色にしてるから、電車私何色だっけってね、分かんないんですよ。あでも青色の人いるね、おそろち。でもオレンジっていつからなったっけ、あれ全然覚えてないよね。そう、でもそう、緑って小学生までしか使えなかったよね。中学からは、中学生からは青だった気がするんだけど。そうだからもう私はずっとそれを使ってる。
でもそれで言うとあとあれだ、路面電車のさ、あれ路面電車だったよね、なんか一六タルトの柄の路面電車が走るようになったみたいなさ、一六タルトっていうか一六本舗の柄っていうのかな、なんかよくその一六本舗のなんかお土産の紙袋みたいな柄のものが発売してないあのなんか走り始めたみたいな、なんかで見たんだよね。そう、でも有鉄グループさんのツイッターだと思うんだけど、でもその市内電車とか、市内電車、あこれね、タルト電車、市内電車も結構変わったよね、なんかって思わない？今はさもうオレンジ一色だけど、前はさなんかオレンジと、まあ、黄色多めとオレンジだったよね。今でもあるのかな、あれってあるんだっけ。まあなんか古い方ってなんか結構さ雰囲気出ますよね。そうなんか新しい方のめっちゃかっこいいけどさ、たまに走ってるか、そっかそっかそっか、あーでもあーどうだったかな、たまに走ってるっけ。でもあれだよね、その郊外電車っていうかそのさ、あの群中線とかあの横河原線とかあるじゃない、あの電車はさ黄色いやつなくなったよね。もうオレンジになったよね。そう、そう黄色で中が紫の椅子。そう前は黄色っていうかもうオレンジ一色がね割と新しい方なんですよ、私のイメージね、私のイメージなんだけど、オレンジっていうのかな、難しいな、あれ待って思い出せない、でもそうだったと思うんだよ、えごめん待ってちょっと自信なくした、どうだったっけ、でもそうだったと思うんだよね。私その割と小学生の頃はアイボリーか、そうか黄色ではなかったか、その小学生の頃とかは電車に乗ることは割とあったんですよ。そうだからその時は結構なんかね使ってたんだけど、そうあれ郊外電車って言ったんでいいんかね、そうやれし、え？まあまあいいか、そう。でも一回なんだっけ、なんか本当に古いやつに乗ったことあって、なんかあれなんかこの電車いつも乗ってるものよりも私待って今なまった、いつも乗ってるものよりもなんか古そうみたいなことを思ったことがあったんですよ。
あれってどうやったら、ああでもそうそう本当に、でもこれはちょっと写真が昔すぎたな。ああそうアイボリーか、黄色ではなかったな。そう今だともうほんとオレンジ一色なんだけど、昔はねなんか紫の色も割とちょっと濃いめの紫だった気がするんだよね。で一回ほんとになんかマジでいつも乗ってるものよりもなんか古くないこの電車っていうのに一回乗ったことがあるんですけども、どんなんだったかほんと忘れました。そうあれでもこのアイボリーと銀色のやつって今でも走ってるっけ？やばいマジで全然覚えてない本当に覚えてない、どうしよう。両鉄トークについていけてるここのみんなすごいと思う。みんなもういっぱい行ってる証拠ですよ。あ、一応なんか伊予鉄歴史写真館っていうのあるよ。みんな銀色走ってないよね。うわーでも銀色も結構新しい方だとちょっと思ってた時期もなかったこともないわ。もうでもあれないもんね。そうどうだったっけ。銀色も走ってないよね。そう。一回なんかその今見てるんだけど、この800系813号車っていうのに乗ったことある。でも平成22年に引退だから乗った可能性は高いよ。私平成12年生まれだから。そうで私がよく言ってるのはその700系767号車ってやつだね。でも絶対そこの813号車みたいなのも絶対乗ったことある。なんかいつもと違うなって思ったから。そうちょっと昔のには乗ったことあるんですよ。そうバイシンジね、バイシンジパークのことしか思い、バイシンジパークのこと思い出すもんな。でも1回しか行ったことないバイシンジパーク。もう今は亡きバイシンジパーク、ミキャンパークになったバイシンジパーク。そうなんかそのバイシンジパークが潰れるっていうか閉園するって聞いて初めて行ったんですよね。マジで本当にさ、もうメリーゴーランドじゃない、コーヒーカップに5回乗ってもう家に帰って気分悪くなったのはいい思い出ですよそうでもそう私がもう行った時にはね観覧車はやってなかったんだよね。なかったんだっけ観覧車、覚えてないんだけど、なんか写真で見るとバイシンジパーク結構大きくない？
ジェットコースターも乗ったんだけどさ、割とちょっと怖かった。なんか結構これうねうねが続くんだけど、ああジェットコースターってやっぱ怖いなーって思いましたね。そう、なんかおじいちゃんとお姉ちゃんと私の3人で行きました。そう、さすがにこの伊予鉄の125周年ので E カードの柄は載ってないのか。それでもなんかその姉ちゃんたちの E カード可愛いなって思ってずっと見てたんだよね。そうそう、昔は遊園地があったんですよ。その今はミキャンパークのところにね。そう、あ、でも子供用の E カードの色は変わってないんだ。うわ懐かしい。あんま配信でいいカード、めっちゃいいカードの話ばっかりしてる。今でもこの電車以外のあのデザインってあるのかな、ちょっとわかんないけど。お姉ちゃん持ってるのね、なんかクルリンと花火の絵とか、なんかマドンナの、あれ道後温泉とマドンナなのかなの絵があってね、いいなって思いながらね。そう、私は電車だよって思いながら。でまたね、なんかいろいろ行けたらいいなって思うし、そう、カレンちゃんともね、なんか落ち着いたらどこか行きたいねっていう話はしてます。そう、はい、というわけでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。久しぶりにちょっと長くできてね、よかったです。まあ今日は早めに寝られるように頑張ります。イエイ。はい、というわけでじゃあランキングを読んで終わります。みんなも伊予鉄トークしてくれてありがとうね。まあこういうのやっぱ愛媛県民だからこそで、愛媛県民だからこそとか言ったけど、愛媛県民じゃない人も割といた。愛媛県民じゃない人も割といたから、まあ、でもそう、そういう愛媛、まあ、松山だけだけど、そう伊予鉄道っていうのがあって、いろいろ歴史があるんですよっていう話です。もしよかったらなんか調べてみてくださいね皆さん。はい、じゃあランキングを読んで終わります。13位メソさん、12位忘れた場合さん、11位まゆさん、10位カリネコでも好きだよさん、9位ロミツさん、8位飯田ひろゆきさん、7位マモさん、6位ルイちゃん、5位夏目さん、4位カラスのカーコさん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみ、またねー。